ウッドルアーとプラスチックルアーはどう使い分ければいいですか？うん、使い分けね。まず一つは、ウッドルアーとプラスチックルアーの最大の差は、動きのね、滑らかさだと思います。同じように人間の目でウォブンロールしてこういう風に動いてるようなルアーでも、ウッドの方がとてもね、滑らかなんですね。どこかプラスチックルアーカクカクしてます。で、なんでかっていうと、比重が空気と木は空気の方が軽いんですけど、空気が軽い分、ウェイトを入れてプラスチックルアー重心をつくるんだね。で、木ももちろん重心は入ってるんだけど、重心がより分散してるんで、同じ外圧で動くにしても非常にこうどこか強い浮力があるとことか強い重力があるとこが少ないんで、綺麗にね、水の分子を割ってこう泳いでいくんだけど、ルアーもね、魚もその割って入ってく水分子を避けて入ってく時の入り方がスムーズだなってイメージがあります。なのでやっぱりプラスチックルアーじゃそこを嫌って食わない魚がウッドルアーでは食ってくるんで、本当にウッドルアーがガンガン手に入っていつでも使えるだったら、ウッドルアーだけの方が超過はね、多分段違いに上がると思いますね。だけどウッドルアーの弱点は重心移動構造を入れるとか、それこそ島野さんのね ARC みたいなアンジュ構造、まあ入れられなくはないけど、それを安定して作るのが不可能なんで、やっぱ重心移動構造ができるプラスチックルアーの方が飛ぶんですね。だから飛距離が欲しい時はプラスチックルアー使ったらいいし、でもウッドルアーで届く範囲で同じ魚食わせんだったらウッドルアーの方が強いですね。あとは根がかりそうなとこで財布へのダメージが少ないのは安いプラスチックルアーなんで、ここはかかったら切られるかなっていう時は、まあ自分もウッドルアー好きなんで、たまにプライベートの日は今日はウッドルアーしか使わないって言って、昔のね往年のルアー使って釣ったりするんですけど、もういよいよ浅くなってきて柿瀬に触ったりした瞬間速攻変えますからだからそんな感じでそうやって使い分けてもらったらいいと思います。だからね、これはまたどうやんねん前のさ、はい、卵置き、ね、これにこのぐらい針しとってさ、はい、でこれ海津の海津のカツオ、ああ、だったこれ。それカツオのやつですか？何でも釣れる。だから鈴木釣れるよもちろん。へえ。いわゆる角ですね。そうそう。でこれはね海松。あのサンゴみたいな。そう。深海松？深海松。深海松高いよね。水につけるとすごく生めかしく、一回買おうと思ったら高くて手出そうこれ素材だけどめちゃめちゃ高いですね。そう、あの北海道のさ、釣り行ってるやつがさ、え、何これ、そういう加減のやつだよ。これいい加減、周りにもこれもなんかラバーなんだけど、うんうん、オーロララバーでしょ。あ、プラじゃないんだ全部、すごい。そうそう、はあ、本当にプラだ。いや、これ庄内行きゃいくらでも売ってるよ。ええー、そうです。今どこか死んねえけど。なかなか全然やってる。これもうるせえ。多い人にいた。うるせえやつがいて、この中入れると虹みたいに光るのさ。そんな買ってらんないよ。すごいや。これもするんだよ俺。これはね。カモシカ？いや、だから深海マス。深海マス、うん、あ、こういうのってやっぱジギングエフとかそこ、その深海釣りしてる人がたまに引っ掛けて上がってきてで流通するもの。いや、もう素材として手に入らないものだから、うんうん、すごい、要は化石だよ、だから要は、あ、そうなの、そう木の化石、あ、そういうことなんだ。深海マスだから、あの底引きやると引っかかってくるんだよ。へえ。で漁師は金なくから、うんうんうん、あのその引っ張り合いやつですよ。油脂がそのままこう残って化石状になってるんだ。そうで、やっぱだから天然のその下角もそうだし、牛角もそうなんだけど、天然のものが由来のものがやっぱり当時はすごくやっぱ魚を寄せる能力が高くて、うんうんうん、それの最高峰が深海松って言われてましたよね。ルアーはですね、最初まずハンマーですね。もう元祖、まあ、元祖リップレスミノーはメケメケっていうモデルなんですけど、それのねリップが立って水面直下をモコモコ泳ぐこのハンマー13センチですね。こんなアクションなんですけど、もう本当に今でも全然釣れる。しかもウッド製のね、あ、これっていうか今でもすごいわ。
プラスチックルアーじゃかなわない動きだね。でまあ飛距離はねちょっとやっぱウッド製と重心移動とかないですからそれなりなんですけど、もうこのアクションは唯一無二だな。こうやってねフワンフワンってさせるとやっぱ魚のスイッチが入って出てくる。カッて浮くのがいいんだよな。このウッドの浮力を出したくてねあらゆるプラスチックメーカーが挑むんだけどやっぱなんかかなわない。でも空気の方が木より軽いんでなんでそうなんだろうなっていうところは未だに自分も研究してるけど、やっぱ木のいい密度と、木も生き物なんだよね。だからやっぱり生き物の浮力と空気は違うんだろうなって。あ、見たよ流れ星、獅子座流星群見れました。木のことしか考えてなかった。はい、じゃあこちらはですねミラクルアクス後期に出たビリケンっていうルアーですね。フローティングのダーターなんです。でダーターとして増田さん広めたかったようだけど、実際このただ巻きでこうやってもやもや揺れるのがこれがめちゃくちゃ釣れちゃうんで、ちょっとこう斜めダウンのこの巻きこれが釣れちゃうんで、この動きフローティングバイブレーションみたいな使い方の方が自分がやってたキュエドでは釣れてましたね。ちょっとダウン上げてですごい飛ぶんで、なんかハンマーメケメケより後半使用頻度が多かった記憶があります。ミラクルアークスの竿とルアーでね釣ってしっかり洗ってでね、洗ってそのままにすると水滴、水の中にはね塩化カルシウムとか、塩水を流せば塩化ナトリウムはなくなるけど塩化マグネシウムと塩化カルシウムとかは水道水の中入ってて、それがねこうちょっといやらしさを出すのね。サビじゃないんだけどやっぱりトラブルんで、洗ったらもう完璧に拭き上げて、タオルで拭き上げて水滴取ってで保管すれば1年後もこんな感じで綺麗な状態で使えます。袋の中入れてね。ちなみにあの部屋1年間エアコン入れっぱなしだから、まあ、トータルカビたら困るもんが圧倒的だから、もう多少の電気代はいいやと思って、まあ、月1万ぐらいだけどね、そんな大きな部屋じゃないから電気代も。結構釣りプロあるあるで、釣れると雑誌とかバーンって出るじゃない。その時にやっぱ塗装がなるべく綺麗で、これは何カラーって分かった方がいいんで、釣りのプロによってはね新品必ず使う人結構いるんですよね。で一度言われたのが、あんなハゲハゲのクリアカラーじゃ何カラーか分かんねえじゃんとか言われて、確かにと思ったんだけど、なんだろう、なんかそのねやっぱ当たり外れがあるわけじゃないんだけど、そのハゲハゲになるぐらい生き残りながら魚かけてるらってやっぱ釣れるので、塗装が剥げた方が釣れるっていう人もいるぐらい当たりルアーなんだよね。だからやっぱロケでどうしても魚欲しい時は使ってっちゃうかな。だからちょっと同じカラーでもちょっと剥がれてる方がなんか釣れる気がしちゃうので、自分はあんまり新品のルアーがついてバーンがないタイプ、ボロボロのもうホロもなくて、もともと何だったんだろうぐらいすごいかな。で達郎に怒られるっていう営業に怒られる、なんか頼みますよっつって怒られるっていうパターンですかね。